マママラバチャンネルのアルジマスタークマです、ねえー、前回に引き続き、えー、このルワを紹介させてもらいます台ワ、えー、の、ね、ピーナッツの SR になります、ね、横には前回紹介した DR を置いていますこれね立本見てわかる通りこちらはねあの前回の動画でも説明した通り、S、ボーン素材になっていますでね当時ねこれ81年出てるんですけどこの当時はね、えー、まだね えー、ロットとかもね、えー、どちらかというとグラスロット、ね、今やったらもう巻物専用みたいになってますけどグラスロットが全盛の時代で、えー、スピニングロットもねペナペナのほんとね安物はペナペナのグラスロットで、えー、子どもが釣りをやってた時代に、えー、非常にねマッチした重さ、ね、9g 大きさ 50mm のルアーになってますだからね当時ね バス釣りを、ね、始めた子供たちのタックルボックスの中に1個は必ずあったんじゃないかなってぐらいね、えー、当時の子供たちは買ってました。確かね当時の販売価格が350円とか400円ぐらいだったかなちょっとこの辺はうろ覚えなんで間違えてたら申し訳ないです。でこれはね前回も説明した通り、えー、ピーナッツ S っていうねストライキング車のルアーの金型を台湾が買い上げて作ったのがこちらの SR になってます。 でね、このリアルカラープリントは当時ね流行ってました、ね、今みたいにあの写真を貼り付けたようなねリアルカラーではないんですけど、えー、当時はねこれがリアルカラープリントでしたでこのリアルカラープリントて始めたっていうのはあのクランクベッツカンパニーっていうメーカーさんなんですけどそこのルアーが確か初めてだったと思いますけど当時ねアメリカでも大流行してて、えー、コットンコーデル社とか、えー、いろんな会社さんがねこのリアルカラープリントっていうのをやってました で、国産は多分こちらが初めてじゃないかなこのカラーでね、えー、約ね10年ほどピーナッツをね製造してますでこのルアー本当にね当時は安くて釣れるルアーってことでね子供から大人までまあ現在でもそうですけどベテランさんからねベテランのアングラーさんからビ、えー、ギナーさんまで、えー、非常にね長く愛されたルアーでなぜかというとやっぱオーソドックスで っていうのが一番ですねオーソドックスっていうことは何かというと基本性能がしっかりしてるってことです。ね、ちゃんと潜る、まっすぐ泳ぐ、それからねクランクの、うん、第一条件として、えー、ちゃんと水押しがあできてるっていうね3拍子が揃ってるねルアーだからこそ長く愛されてそれから、えー、みんなのねタックルボックスの片隅にね転がっているようなルアーになっていると思います。で こちらね本当にピーナッツっていうのはあの現行のピーナッツもねその血脈を脈々と受け継いでるルアーですんで、ね、あのルアーはあの安いからあの釣れないから使わないってね使わず嫌いせずにね一度はね使ってみてルアーのね、えー、歴史を感じながら魚を釣ってみてはいかがでしょうか。ではちょっとね、えー、今回は短いですけど今回はここまでにします。 で次回何紹介するかは次回の動画でお楽しみください。では今回はここまで。